リチャード・ヘンリー・トーニーは、イギリスの歴史家。1880年に、イギリス領インド帝国のカルカッタで、イギリス人公館の父と母の間に生まれ、本国で、オックスフォード大学、ベイリオル・カレッジで学んだ。1903年に卒業した時期には、労働問題に対する関心を確立しており、1905年に、 労働者教育協会に参加して1947年まで労働者教育に携わっていた。1906年には事故の崇拝するシドニーウェブ夫妻が中枢を占めていたフェビアン協会に加入した。1906年以後にはグラスゴー大学で経済学の助手として就職して経済史の研究を進める。1909年に ウィリアム・ヘンリー・ベバリッジの妹のアネット・ジャニー・ベバリッジと結婚する。1923年に LSE の経済史の講師に1931年に教授に就任し1949年まで務めた。トーニーの研究業績は16世紀から産業革命に至るまでのイギリスでの囲い込み運動について調べた16世紀における。 農民問題から始まる。さらに、獲得社会と平等論とが続いて発表され、一連の研究成果からトーニーは、近代経済社会の問題を社会への奉仕ではなく、財産権の絶対死による弊害という観点から問い直した。1926年に発表された宗教と資本主義の交流はトーニーの代表作であり、 16世紀から17世紀にかけて、プロテスタンティズムという宗教思想と、経済発展との関係を歴史的な観点から研究した。トーニーの見解によれば、プロテスタント改革によって、商業と社会道徳の分離と、物質的利益の宗教的な肯定がもたらされたことが指摘できる。基本的に古い順に記載し、日本語訳のあるものに関しては、 それの出版された順に記載する。順位は、原著、日本語の順に記載する。ありがとうございます。